手紙005文久元年9月13日平井加帆宛坂本龍馬まずまずご無事と存じ上げ候天下の時世切迫いたし騒楼につき一つ高町馬か、ま、一つ仏崎羽織一つ宗十郎頭巾他に 細木大将、一腰、おのおの一つ。ご用意ありたく存じ上げそうろう。九月十三日、坂本龍馬、平井果歩殿。